ンペール選手中央に入るとどうしてもディフェンスライン中盤ラインというのは真ん中に絞らざるを得ないので、はい、もう山口から左ドーグラス、さあ山口曲がって、ドーグラス左足、おーフィニッシュ、山口蛍、なんと前半のアディショナルタイム追加点は神戸、ドーグラスから最後仕上げた山口蛍、今シーズン3ゴール目。まあ、ここサンペル選手から縦パス入って山口選手がもう一回叩いて、まあ、山口選手は最後入るんですけどもね、このニアへの飛び込みも低、はい、ボールも低いですし、まあ、シュートコースも角度ないですからね、はい、そんなに、まあ、山田直樹もついてたんですけどね。そうですね、ドーグラスのクロス最後山口蛍飛び込んでいきました。このニアの部分っていうのは、はい、サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。